で一つのこれでケース論になったわけですなので、どうもガリレー変換というのがニュートン力学のなんか一つ深いところにありそうな感じがしていて、とか、まあ、えっと、深いところにあるような性質を何かちょっとあの表してるような感じがまあちょっとこうしてくるわけですね。というので、これは一つあの重要なことが分かったのかなという感じがするわけです。ところがですね、これはこれでいいんですけども、えー、ともう一つ、ね、ちょっと問題があって、これ、ニュートン力学はこれでいいんですよ。まあ、運動方程式については分かったので。ところがですね、あの相対性理論が生まれる前に、 えっと、物理学の理論としてはもう一個ですね、もう一つまあ柱となる電磁気学があるんで、あったんですね。まあ今でも電磁気学めちゃくちゃ重要ですけども、実はこの電磁気学はですね、同じ対象性を持ってないんですよ。電磁気学は。それはどういうことかというとですね、 えっと、電磁気学はじゃあ、どういうような対称性を持っているかということなんですけども、えっ、ー、と、まあ、それをね、細かい数式で書いていくのはともかくとして、ところが、電磁気学はこの対称性を持っていない。まあ、電磁気学というか、電磁気学の中の、の中の、まあ、ある方程式ですね。えっ、ー、と、方程式。 えと物理法則を表す方程式はが和かこの対称性は持っていない。うん。ということかというと,、えーとね、例えばねじあの、まあ、よく取り沙汰されるのが例として、えー、と波動方程式。 えっと、電磁気学には、その、マクセルの方程式というね、4本の有名な方程式があって、で、その方程式を組み合わせて、真空界というやつを作ってあげると、つまり物質がない状態で、電波や磁場がどう振る舞うかみたいなことを計算してあげると、電波や磁場が波のように振動して伝わっていくっていう解が出てくるんですよね。で、それはまあ何回か触れて出てきてると思うんですけども、具体的にですね、その方程式の形はこんな形になります。波動方程式と呼ばれる方程式の形はこんな形です。 F っていうのがまあ波の振幅で、で、えっと、ま、これ C って今書きましたけども、ま、えっと、電磁波の場合は、速さが全て光の速さ、真空中の光の速さ。ま、電磁波、えっと、光、ま、目に見える光は電磁波の意思ですからね。ま、だからこれは電磁波についての波動方程式だと思えばいいわけですけど、電磁波は光の速さが C で飛んでいくので、ま、これを使ってるんですけども、この、えっと、速さ C で伝わるような波は、こういう数式を満たします。で、えっと、 この波動方程式がこうなってて、えっと、これまあちょっと一応参考までに書いておくと、参考までに書いておくと、この方程式の解。この方程式の解は、一般的にはですね、こう、えまあこんなような形の解になります。1と2とか書いた方がいいかなここダランベールの解って言うんですけど、一般的にはこんなような形になります。 えっと、これが、えっと、速度 C で動いていくグラフになってますよっていうのは、ちょっと本編のね、波のところでやったので、ちょっと省略させてもらいますけれども、その中で、まあ、最も代表的なやつが、高校で教わるような波動方程式で、高校で教わるようなこういうやつですね。t 分の t- ラムダ分の x で、まあ、初期位相ぐらい入れておきましょうか。アルファで、こんなような形で、こんなような形のやつありますけれども、これ、まあ、ラムダとかを外にくくり出してあげると、確かに、えっと、 確かに、えーとまあ、特にマイナスも出してあげた方がよかったかな。まあいいか。えー、VT-X みたいなね。ちょっとプラスマイナスがちょっと変わってきますけれども、まあこんな形のやつが出てくるということは、ちょっと本編でも少しお話をしています。えっ、ー、と、この辺の,あの式変形はあれです。単純にこれ使ってるだけです。VT イコールラムダとか、これを使ってあげれば、まあこんなやつが出てくるので、まあちょっとここは本的じゃないんで、ちょっと飛ばさせてください。いずれにせよ言いたいことは、 例えば、電磁気学の理論の中から、電磁波というものが出てくるということは分かって、それ非常に重要な物理量なわけですけども、その電磁波が従っている波動方程式は、こんな形をしてるんですよね。で、これが、これがですね、明らかに、これって、この方程式って、対称性 E いいじゃないですか。この方程式って、えっと、C 事乗をちょっとこの中に入れてしまうとですね、CT と X、 について対象ってことはつまりその2つを入れ替えても結果が変わらないってことです。CT ちょっとわからないかもしれないですけどあの言ったらこういうことです。もう別にこれ変微分ってのを使ってますけど変微分知らなくてもこうだと思ってください。何かこういう方程式があったとしましょう。ね。で、この方程式、例えば X と Y を入れ替えると X と Y を入れ替えるとこうなりますよね。入れ替えると、ただ X と Y 入れ替えるとこうなりますよね。で、これって同じじゃないですか。同じですよね。結局この2つは同じ式ですよね。で、こういうのが対称性があるっていうね。 2つを入れ替えても何も変わらないから、こういうの対称性があるっていうんですけど、この方程式ってまさにそんなような形になっていて、この方程式ってまあ C を中に入れて書いたとすると、こんなような感じ。こんなふうになるわけですけども、これ例えば、じゃあ CT と X を入れ替えると。CT と X を入れ替えてあげると、これ同じですよね、出てくる式。 同同じじででですすすよねねね等価の式です、ねま、全く同じです、ね、なのでこの2つこの方程式ってまあ、たあの入れ替えてあげても、まあ、等しくなるっていうのは単純にこれ文字を入れ替えただけであのまた文字入れ替えるとだから単純にこれ。 左辺と右辺入れ替えるだけの話と全く一致するわけで、これ一緒ですよね。でも例えばあ、あどういうのが例えば、これ今ね、ひょっとすると左辺と右辺入れ替えただけで当たり前じゃないかと思った人いるかもしれないけど、こういうことです。例えばこれは違いますよね。比較としてまあ書いておくと、例えばですね、こういう式があるとするじゃないですか。これ、X について1回微分なんだけど、Y について2回微分って式があったとするじゃないですか。これ、例えば X と Y 入れ替えたらどうなります ?X と Y を入れ替えたら。 そうすると、こうなりますよね。で、これって違う方程式ですよね。X については1回微分、Y については2回微分だったんだけど、X は入れ替えたら、今度は Y について1回微分で、X については2回微分になっちゃってるから、これ違いますよね。これは。これは同じではないと。なので、この式は対称な式ではないわけです。ですかね。まあ、僕が言ってるのはそういうことです。 少なくとも、ね、えっ、ー、と、こういうようなものではなくて、えっ、ー、と、この波動方程式ってやつは、つまり、CT、まあちょっとね、C と T をワンセットにした一つの文字を考えないといけないですけど、CT と X についてどちらも2回微分になっているので、2つ入れ替えても、まあ何も結果が変わらないというような対象な形になってるわけですよ。ところが、それに対して、じゃあ、ガリレー変換ってどういう変換かっていうと、ところがですね、ガリレー変換は、 ガリレー変換は、えっと、x' は x-vt となっていて、で、t' は t なので、これ、対象じゃないんですよね。これ、こうなってる、これ、これガリレー変換ですけど、これは、ct と x について対象じゃないですよね。同じじゃないですよね。 えっと、ちょっとそもそも CT ないじゃないかっていうふうに思われたかもしれませんが、CT は無理やり作れば作れます。CT どうやって作るかっていうと、えっと、ここの T を CT にしたり、ここを両辺 C 倍すればいいです。何言ってるかというと、えっと、ここを CT にするために無理やり前に一回分母に C 作っちゃいます。で、CT というふうに、まあ、T を CT に特っしえてあげればいい。いいですかね。C 約分すれば元に戻りますよね。 で、二番目の式は両辺 C 倍すればいいだけなので、そうすれば CT と CT' できますので、こんなになりますけども、こうやって CT についての式と X についての式を作ったんですけど、明らかに X の変換と CT の変換っていうか、CT 変換してないんで、CT の変換性と X の変換性が違うじゃないですか。で、元々の波動方程式はこういうふうに CT と X について対称なんですよ。対称な式に対称じゃない変換を入れちゃったら、それは対象じゃない変な数式になっちゃうわけですよね。つまり、 対称性があるから x と、x、えっと ct を入れ替えても変わらないってことは、もし x と ct に同じ変換性があるものを入れてあげたら、これ、どういう結果が出てくるかというと、これ変換性をやってあげると、例えばだから、これを入れてあげたら、もし x と, x と ct に対して対象ならば、x と ct について対象な変換があれば、 おそらくあの式をですね座標変換して x と ct をそうじゃないえと別のですねこれはえと一定の速度で動いている人から見た時の座標ですけどその人の座標で波動方程式を作ってあげたら多分こうなるはずなんですよ。こういうふうになるはずです。わかります 先ほどのニュートンの運動方程式を思い出してほしいんですけど、ニュートンの運動方程式は ma イコール f だったんですけど、これを変数変換してあげると、全部プライム付き、つまり s プライムさんから測った時の運動方程式に変わり、そして運動方程式の形は全く同じだったんですね。まあ、文字は何でもいいわけですよ。別にとにかく大事なのは、加速度は力に比例して、質量に反比例するという、これは物理法則ですから、使う文字は何でもいいんですけど、とにかく同じ形をしていて、で、その時の肝になっているのは、 静止して見てる人にとっても、動いて見てる人にとっても、加速度が変わらない。A と A' がイコールだっていうのが肝だったんですね。なんですけど、えっと、本当はだから、えっと、この波動方程式は CT と X について入れ替えても変わらないという性質を持ってるから、だから、X' と CT、X と CT の座標変換についても、この2つを入れ替えても変わらないような、例えば、そうですね、ここにこう、こういう量がついてたりとかしたら、これって、 X X-C と T、CT CT にについててちょょうど対称のの形になっるる分かかりますこれ、X、C 分の v かける CT でしょ同じようにこの CT っていうのを1つの文字だと思った時にマイナス C 分の V っていうのをつけて X ってやっとけばこれ X と CT 入れ替えた時に同じ形で綺麗な形で出てくるの分かりますかねもしこういうふうな変換だったら X と CT について同じ操作をしてるのでもともと2つを入れ替えても変わらなかったところにそこにそれぞれ入れ替えても同じものを入れるので、まあ、こういうきれいな形が出てくるはずなんですよ ところが、こういうバランスが取れてないものを、バランスが取れてるところに無理やり入れちゃうから、バランス崩れちゃうんですよ。で、実際ね、数式はね、入れ替えるとどうなっちゃうかっていうと、まあ、それはちょっと変微分のね、あの、変微分のチェーンルールっていう計算方法とかいろいろ知らないといけないので、ちょっとそれはね、少し、えっ、ー、と、飛ばしてしまいたいとは思いますけれども、それはですね、えっ、ー、と、ちょっと具体的な値も少し、まあ、せっかくだからお見せした方がいいのかもしれませんが、えっ、ー、と、実際はですね、入れてしまうとこんな感じになりますね。えっ、ー、と、 それはちょっと僕も、えっ、ー、と、これは全然覚える人も何もない式ですけども、えっ、ー、と、実際は、えっ、ー、と、こんな感じになっちゃいます。えっ、ー、と、CT' の二乗の、えっ、ー、と、F が来て、ま、あこれはいいんですけど、これはいいんですけど、それがさらに、えっ、ー、と、ちょっとおかしない、こうが、えっ、ー、と、あれ、こっちどっちかなえっ、ー、とこうか。EV のこうなって、 えっとね、こういうなんかね、ちょっとおまけの子がつくんですね。このがついて、で、さらに、ああ,らあら、プラスマイナス間違えた。これはこうですね。あ、そうか、これこっち側にやってるんいいかごめんなさい。こうですね。はい。これ大丈夫ですかね。合ってますね。はい。えっ、ー、と、実際にはね、こんな感じになっちゃうんです。だから本当はこうなってほしかったんだけど、明らかに、 ここになんか余分な項ついてるし、さらになんかこういう謎の項もついちゃってるわけです。こういう、まあ、えっ、ー、と、X での変微分と T での変微分が、こう、あのかか、か掛け合わさっちゃってるようなやつ、僕らこう、斜めにかかってるっていう,うな感じで、クロスタームって言い方しますけど、クロスタームが発生してちゃうんです。発生しちゃうんですよ。ってことは、これは元々の方程式と、元々の、えっ、ー、と、波動方程式と、もう形が違うんですね。全然。方程式の形が違うってことは、解が違うってことです。だから、 えっと、こちらから波動方程式の解が出てきたとしても、こちらからは僕らの知ってるタイプの波動方程式の解が出てこないってことです。あまあ、あの、実は、これを満たすやつは、ま、ちょっとね、あの、波、一応波にはなるにはなるんですけど、波にはなるんですけども、ちょっと方程式の形が違っていて、実際には、あの、えっと、光の速さがですね、まあ、変化してしまうような場合の時の、 えーまあ、波の式みたいなやつ、答えみたいなやつが出てくるんで出てくるんですけど、少なくともまあ座標変換したときに同じ形にならないということで、共通の物理法則を持つような対称性がですね、このガリレー変換にないんですよね。ということで、ここでハト困る、困るというか、あの問題にぶち当たるわけです。ニュートン力学はガリレー変換に対する対称性を持っていたと。だからガリレー変換はニュートン力学の何らかの深いところをあのあのあの表しているんだろうというふうに思われる。 で、同じように、じゃあそのガリレー変換の背後に、ガリレイ変換の変換性に対する対称性の背後に何かがあるのかなという目で、電磁気学を見てみたときに、今度電磁気学の方にはそれがないんですよね。じゃあ電磁気学は、そういうなんか綺麗な理論の対称性みたいなものないのかと。いやでもそんなことはないだろうと当然思うわけですよ。今までのその流れというかね、今までのまあ物理の経験から言って、電磁気学にも何らかのやっぱり深い性質が当然あるはずで、電磁気学の理論を普遍に保つような変換、 って、ね、やっぱりあるんじゃないかとでそれが何だったのかというとそれがローレンツ変化なんですね